どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガーズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ今回はアイコさんのカブトムシ、こちらの曲をガズレレ流簡単バージョンでこのウクレレでやってみようと思います。ちょっとカブトムシ季節外れかなと思うんですけれども、歌詞を読むとあまり季節関係ないかなという感じの歌詞ですよね。まあ素敵な曲でございます。この曲をガズレレ流でいつものように2バージョン、最初のバージョンはなるべく簡単にした初心者様にぴったりな簡単バージョン、後半は16ビートでかっこいいキメもたくさんです、しかもちょっとファンキーで、まあこれ相当ちょっと奥が深いですけどかっこいいバージョン、2バージョンやります。最後までご覧になってください。このいつ、ね、思い入れのある曲、大好きな曲、歌いたい曲あるじゃないですか。あのカラオケをね、に行ったり、CD 聴くのもいいんですけど、自分で楽器と一緒に弾き語りするの、これ最高におすすめしたいんですよ。ぜひ、ほんとやってください。楽しいですよ。なんだけれども、音楽やったことないとか苦手だなっていう方、ね、ウクレレだったら大丈夫です。ピアノとかギターもかっこいいんですけど、ちょっと難しいんですよね。ウクレレはね、結構簡単です。で、奥もすごく深いんで、ずーっともう、長く使える、付き合えるね、パートナーになりますので、ぜひ始めてください。しかも、今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネルを見てるだけで、どんどん音楽が楽しくお友達になりますからね。はい。ぜひ始めてもらいたいです。もうちょっとしたらここにリンクありますけど、そのリンク先の初心者レッスンはここというところに行っていただいて、順番通りに、1,2,3 って順番がありますから、それを見ながらウクレレ弾いてるだけで、触ってるだけで、どんどんできるようになりますから。あ、私できちゃったってなると思いますよ。じゃあリンクあります。初心者レッスンはここ行ってらっしゃい。クリック！いってらっしゃい。そのリンク先ではですね、もうすでに私ね、YouTube にもう700曲ぐらいのありとあらゆる音楽ジャンルの曲をウクレレ簡単レッスン動画としてアップロードしております。最新 J-POP から定番の J-POP、昭和歌謡曲、洋楽、ハワイアン、アニメソング、もう何でもありますから、700曲だもん。しかも全部簡単にアレンジしてますから、はい。さっきのリンク先の下の方に行くとジャンルボックスとか検索できるんで、皆さんの好きな曲も他にもまだまだあると思いますから始めてください。さあ、早速やってみましょう。アイコさんのカブトムシ。まずは、シンプル簡単バージョンの方からやってみます。
カブトムシ、愛子さんのカブトムシ、まずはシンプル簡単バージョンやってました。もちろん、ガズレレ流ショートカットバージョンでございますが、これで、フルでやりたい方、自分でノートに書き足してください。ノートに書くのをお勧めします。その時に、参考になりますように、私の、ノートを見せようと、一時停止でメモってってください。これはですね、ガズレレ流簡単アレンジですからね、言いますけど、で、下の方に書いてあるのはこれからやるかっこいいバージョン。今の上の段をやりました。このくるって囲ってあるやつは後でやるかっこいいバージョン、後半のかっこいいバージョンですね。で、この並々はメロディーラインで、この点はタイミングを測ってますということで。見てみる。この辺ごちゃごちゃ書いてありますね。これ後でかっこいいバージョンでこう説明しますけど、こうかっこいいんですよ、かっこいいバージョン。まあ、ひとまずここからメモってってください。どうぞ。いいかな？はい、じゃあ次。この辺かな？かっこいいバージョンはね、結構いろんなもんが、キメがいっぱい入ってきますね。はい。で、ここ最後のかな。はい。で、ここ、ガズレレアレンジで、ここもう最後のエンディングで最後繰り返すところになるんですけど、ここはもう伸ばして、ここ溜めてとかやってますが、テロップ違う、動画と一緒に見合わせながらやってみてください。はい、じゃあコード見て！ちょっと今日コードがいっぱいあるね。この赤く囲ってるところはかっこいいバージョンで出てくるんで、まず今出てきたのはこれなんですけど、よく見ると簡単ですから、ま、いきますよ。C、A マイナー、F、はい。D マイナー、D7、G7、E7、E マイナー、7。ここまででガズレレ必須コード。1、2、3、4、5、フルセットですね。全員、スター全員集合みたいな感じ。で、A7、C7。これ指一本シリーズなんで、これ簡単ですから。はい。この今8個のコードプラスこの指1本シリーズの2本。これはですね、はい、これです。いつも出てくるガズレレ必須コードという8個のコードのグループ。ガズレレ必須コードってね、8個の入門コードのグループです。必須って書いてあるでしょ。まずはウクレレ音楽始めた人はこの8個のコード最優先で覚えてください。この8個覚えちゃうと、今ご覧になっているガズレレ YouTube でいろんな曲700曲やってる。その中のね、7割8割はもうできるんで。覚えてくださいね。これね、簡単ですから。で、8個もあるのかとか思うかもしれないですけど、見てください。一本指のコードとか、いっぱいあるんですよ。これも含まれてますから。気楽に。しかも、その8個の動画をですね、以前私が、めっちゃわかりやすく解説してる動画、ここにリンク貼ります。ここでちょっとお勉強して、クリック行ってくださいね。ここのリンクはね、いいです。とにかく面白おかしくコードを覚える。ものすごい、こう、テーゼが詰まってますから。必見ですからね。なんで今日はちょっとこのコードは省きます。ガズレレではこれ入門コードなんですよ。これ8個もあるかもしれないけど。はい。だからシンプル簡単バージョンはこのガズレレ必須コードで4つ引きで今やってみました。はい、じゃあ早速いきますよ。ここからかっこいいバージョンに入っていきます。まずかっこいいバージョン、コードが出てきます。追加されます。ちょっと普段見慣れないコードが多い。やってみましょう。はい、ここまず。まず Gm7 いきましょう。Gm7 押さえる場所は、こことここですね。だからこういう風に押さえます、私は。ここ、人差し指2つ押さえて超いいです。こんな感じの響き。一瞬ですから出てくるのは。どこで出てくるかというとですね、A メロの途中のところ、キメ一瞬でここで出てきますね。はい。これ後でちょっと解説します、ここのパートはね。はい、その次行きましょう。はい。F マイナー。F マイナーは、まあ、ガズレレではよく出てくる最初に、つまずく難関コードと言われてるやつですね。押さえる場所いいですか？まず、こことここ。こういう風に押さえる。こういう風で。これが一応定説な押さえ方ですけど、ガズの場合は親指で押さえちゃいます。これどっちでもいいですよ。こっちが一応正しいとされてます。私は親指で。こうやって親指で押さえる人は、ここにびっちりひっつけて、こう手首の角度大事ですからね。はい、これ F マイナー。どんどんいきまーす。はい。これですね。G7 指す。これもちょこちょこ出てくるね。これね、ここに G7 って書いてあるじゃないですか。これと行ったり来たりするやつですから。はい。これはささっといきますね。G7 っていうのは押さえる。まず G7 から。G7 は入門中の入門コード。こことここと。これが G7。超入門コード。これに、この小指を一個出したのが G7 指す4です。今 G7 指す4で、離して G7。こんな関係性です。OK。ひひひ。ちょっとね、巻いてます。はい。これがちょっと見慣れないけど、これ面白いですよ。F シャープマイナー。これですね、ちょっと今のうちに言っときますけど、生涯忘れるのところあるじゃないですか、繰り返すところ。ここはですね、さっき Dm と G7 で表現したんですけど、ここは本来こっちの方が、ね、不思議な響きが特徴なんで、F シャープマイナーっていうコードと Dm でいきます。F シャープマイナーでやるとだいぶガラッと雰囲気が変わりますけど、Dm 今やった簡単バージョンでそんな違和感ないんで、これどっちでもお好きな方っていうか自分の好みの方でいいと思うんですけど、こっちの方が原曲に近いと思いますね。あの、声
コードの響きが F シャープマイナー、ちょっとやってみましょう。 F シャープマイナー押さえる場所は、いいですか、こことこことここのこの三角形、これよく見て G7 の形で、さっき出てきた G7 の形、一段全部をドンって乗っけた感じ。 G7 はここの3つでしょ、 F シャープマイナーはここ、こことこことここなんですよ。それで考えると結構簡単じゃないですか、これ。はい、これが F シャープマイナー。このコード、4つが追加されますね。4つ、かっこいいバージョンでは追加されましたということです。あとリズムはですね、16ビートのチャです。すっごいゆったりした、ちょっとシャッフル気味がいいかな、こんな感じです。こんな感じです。 C でやるとこれはですね、簡単にそうに見えるでしょ、これちょっと難しいんでございまして、これはですね、ここにリンク貼っておきますけど、ウクレレできるリズムのいろいろという私のホームページの一枚で、その中から16ビートのチャという動画を探してもらって、動画で、レッスンできるプログラムが、プログラムだってかっこいい、プログラムがありますんで、それをレッスンで見てマスターしてほしいんですけど、まずね、これ、8ビートっていうリズムができてないとちょっとリズムをつかめないんで、8ビートってリズムをつかんどいて、さっきのリンク先にありますからね、8ビートがマスターした後に16ビートに入ってくる。その後にチャという順番がありますから、ちょっとこう時間かかるかもしれないんですけど、いずれはできると思います。楽しみながらやってみてください。そして今回こっから分析が始まる、細かいキメがいっぱいありますよ。これね、かっこいいキメなんですけど、まずここ見てください。悩んでる体がつくて、ここの後ね、指先が凍える音のところ、 Am、ちょっとテロップ出しとこうか。この矢印があるじゃないですか、これ矢印が入ってる、これ矢印はシンコペーションと言ってですね、リズムがドーンと前に食い込んでくるやつで、なんですけど、ここのキメはね、なかなか、指先は凍える。ちょっとやってみましょうかね。やんでるからながつくて、次ですよ。指先はダンドンダン。わかった ?Am、ドンドンダン。指先は凍えるほどつれ。口で言うと、ダンダダン。ダンダダンダーンって感じですね。 Am、Gm7、C7、 ダンダダダンダダダン F、 もう一回いこうか。ダンベル体がつけ、指先は凍える、ダンダダダンダダンダン、わかった Am、 はいはい、2回食い込んでくる感じなんで、ちょっとこれスペースの関係で矢印は1個しか入れてないけど、 Am から、ダンダダダンダダダンダンです。これ、2回連続。2回連続っていうのは、A の1、A の2で出てきます。ここと、次のバースのここ、同じですからね。はい。ここが、なかなか難しいコード。で、この A メロのここも、ここですね。どうした早く言ってしまえそう。この層のところにキメが入ります。ちょっとテロップと一緒にやってみましょうか。A メロの、後半のところですね。どうした早く言ってしまえそう。こうですね。どうした早く言ってしまえそう。こう。言葉になってます。そうの時にジャーンと決めます。これもシンコペーションというか、まあ、決めですね。もう一回いこうか。どうした早く聞いてしまいそう。こんな風になります。この決め。A メロの中で結構深い決めが入ってきます。はい。で、先ほどのこのシンコペーションマークがまたどんどん入ってくるところがあるんですけど、この B メロっていうのがサビの前の、ここら辺も入ってきます。ここら辺とか、ここね。はい。ここら辺の流れをちょっとやっていこうかな。これリズムが、ちょっとこのテロップ出すと、最初のブロック F から Em7 ドーンと食い込んで、その次は Gm から G7 サス4に食い込むっていう流れですね。ちょっとやってみましょう。スピードを落としたメリーゴーラン、たくさんの縦髪が揺れるパーンです。もう一回いこうかね。スピードを落としたメリーゴーラン、次です。白馬の縦髪が揺れるバーン、ジャン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 ってサビに入っていく。ここのシンコペーションなかなかちょっと特徴的ですね。もう一回やろうかな。スピードを落としたメリーゴーラン、白馬の縦髪が揺れるバーン、ワンツー、少し
そうだ、そこのリズムがね、ちょっと、さっき、ちょっと簡単バージョンで解説し忘れたな。ちょっと見てください、ここよく。ここね。F から、今、F から Em7 食い込んで、ダンダ、ダンダ、ダン、ダンダ、ダンダ、2、3、4って、ここ、2拍追加になってますから、ここちょっと、要は、1、2、3、4、1、2、通行して、通行し性の高いにつながってきます。なので、こう2拍追加。それ書いておきますけどね、テロップに。そこら辺はなんとなくこう空気を読んでくださいませ。はい。で、あとはこうサビでもちょっとコード進行が変わったりするとこあります。これはテロップ内で確認すれば大丈夫だと思うんで、あとこういうところ、ここもそうだし、動画ならテロップでそれは大丈夫だと思うんで、やってみましょう。はい。それでは、ちょっと細かい、A メロの決めがちょっと難しいんですけどね。あれできると結構気持ちがいいです。そういうわけで、カブトムシ、アイコさんのカブトムシ、ガゼレリ流かっこいいバージョン、やってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。かっこいいバージョンやってみました。どうですか、このゆったりした浮遊感みたいな、こうふんわりした感じの16ビートですね。こう脱力した、こうなんか緩いさ、緩いやつですね。こうキレッキレのって感じじゃないですね。やっぱこう脱力系かな。はい、この雰囲気なかなか難しいと思うんですけれども、ちょっとこの参考にしていただいて、皆さんオリジナルのカブトムシ歌ってみてください。はい、ありがとうございます。はい、ここからちょっとご案内、この後させていただくんで、お時間ある方ご覧になってください。音楽今ウクレレで楽しんでいる方、この楽しさをお友達、お仲間、家族、同僚、もうお隣さん、どんどんお伝えしてください。ガゼレリ YouTube をちょっとご紹介して、ちょっと最初に、ね、レクチャーしたら、もうその人も一緒に弾けるんで、次はセッションですよ。はい、それなら楽しいと思います。はい、ありがとうございました。ではご案内動画どうぞ。ガゼレリホームページご覧になってください。ガゼレリホームページ、はい、ガゼレリホームページを見ていただくと、いろんな最新情報が載ってて、しかもリニューアル、今ね、まだベータ版なんですけど、今いろんなこと改造しながら、まだこれから完成に向けて進んでいっている。 URL ここに貼っておきますね。ホームページ要チェック、検索機能だいぶいい感じになってきました。はい、あとイベント情報ですよ。3月は30日、三重県四日市市ガズレレ行きます。今回はちょっと趣向を変えて、かなりディープな弾き方、8ビートとか16ビート、これね、特化したマニアックなことをやろうかなと思います。まあ、もちろん簡単曲をみんなでバンバン歌うとか、リクエストとか、どんな質問にも答えますよ。はい、3月31日はこの浜松です。はい、こっちも同じように深めて深めて
いろんなこと、みんなの知りたいこと、どうなってんだろうこの手の動きは、もう何でも聞いてください。質問用意しておいてくださいね。3月30日と3月31日は、ガズレレイベント、三重と、静岡県浜松市で開催。来てね、お一人様も大歓迎です。で、いろんな本出してます、ガズレレではです。でね、この、なんと最新情報としては、この、簡単ウレレ、これ、リットミュージック社様から出てるんですけど、このリットミュージックから、なんと、今年の5月30日、ガズレレ、あ、ウクレレソングブック、100曲入りが出ます。こんな感じの書き方で、こういう感じの楽譜でもうブワーッと100曲洋楽も入りますから、アマゾンで予約開始されました。はい、ちょっとそのことについてここリンク貼っておきますので、これもねお楽しみにしてくださいね。よろしくお願いします。はい、あとはいろんな本出してます。はい、こっちドーン。まずはこれ、主婦の友社から出ているガズのいいこと言ってる本、これも必見ですよ。私がどんなことを考えて音楽に向かってるか、楽しい人生のマニアになってるかってことが分かります。はい、こっち今も紹介したこれだ、これこの本ね、この本もいいですよ。はい、これもね。はい、でこっちはガズレレ歌本シリーズもボリューム5です。はい、どんどんこれからもいろんなこと楽しいことやっていきます。ガズさん CD も出してるんでね、レッツゴーサイコー、これ CD なんですよ。はい、こっちかっこいい版と、練習版の CD、 これが、ね、私のガズレレ仲間の人はこれ弾けるようになっておいてください。お願いします。これも、ホームページに書いてあるんで CD お願いいたします。はい、リアルイベントで参りましょうね。今回はこれで終わろうと思います。皆さん楽しく音楽やろう。やってる人は楽しくなるから、誰かに教えてあげてください。それではガズレレ、さようなら、またね、チャオ。